はい試験域に伴う学習強化講座管理会計論の第8回目講義を始めていきたいと思います担当はレックス専任講師二宮です本日もよろしくお願いしますはい、えー、本日は第8回目の講義となりましてまあ今日取り扱っていくものとしましては標準原価カードの作成というところに焦点を当てていきたいなと思っていますまあこの標準原価カードの作成まあ原価標準の設定ですね まあこれは標準原価計算という一連の手続きの中で最も上流に位置する計算手続きということになりますので、まあ、この部分をねミスってしまうとこれ以降の計算っていうのがどんなに正確な知識を有していてもあの回答を間違えることになってしまいますので、まあ、本試験でもね、まあ、この総合問題のような形であの。 標準原価計算の問題が問われるときには、まあ、原価標準の設定からやらせるケースが多々ありますけれども、まあ、この部分についてはしっかりと時間をかけて確実に正解しなければいけないんだと思ってください。でまあ少しねその標準原価カードの作成について曖昧な部分がある方はですねぜひこの講義利用していただいて、まあ、内容の理解をね深めていただければなと思います。でまずね確認なんですけれども。 ここは大丈夫かなと思いますが、標準原価カードの作り方としてはこの子孫や幻想が出る場合は第一法と第二法っていうこの2通りのやり方があったわけですよね。第一法っていうのは度外症に対応した標準原価カードの作成方法で物量標準の中に子孫の余裕分を含ませて完成品単位あたりの標準原価を設定していくと。 で一方第2法っていうのは非度外視法に対応した標準原価カードの作成方法で、まあ、完成品単位あたりが負担すすべき資時期減損費を別立てて表示していく方法ですね、はいまあ、試験では第2法を前提として計算問題ね作ってくるケースが多いんですけれども、まあ、第1法も問われることがありますから当然どっちもね対応できなければいけません。 で具体的なちょっと数字を使って作り方の確認をしていきたいと思いますけれども、まずね、そもそもの話として、まあ、子孫や幻孫が一切出ない場合ですね、まあ。こういった標準原価カードが示されていると。子孫や幻孫が一切出ない場合ですね。で、ここからね、3パターンに分けて内容を確認していきたいと思いますけれども、まずは、皇帝の視点で、 子孫率10、まあ、この子孫が発生するケースですね。まあ、工程の視点で10%分子孫が発生すると。まあ、良品に対して10%の子孫が発生しますよと。まあ、この状況から確認していきます。で、この第一報の場合ですと、物量標準の中に、 子孫の余裕分を含ませることになりますのでこ1 0キロとか2時間っていうね標準消費量や標準作業時間の中に子孫の余裕分を含ませていくことになりますけどもこれ正常子孫率が10%っていうことはこれは完成品10個作ったときに子孫が標準的に1個出るという状況ですよね。完成品10個作ったということは 完成品1個作ったときに子孫っていうのが0.1個分出ると考えることができますよね完成品1個作ったときに標準的に子孫が0.1個分出るとすなわち完成品1個が負担する正常な子孫時っていうのは0.1個分なんですよ0.1個分の正常な子孫時期を負担することになるんだとでその負担のさせ方として 物量標準の中に、まあ、子孫の製造にかかった材料の消費であったり作業時間っていうところを含ませていくというところがこれが第一方の標準原価カードなんですねで機械的に計算するならばここの1 0キロに 1+10% 乗じた1 1キロっていうふうに、まあ、この完成品1個あたりの物量標準っていうところを設定することができますけれども。 まあこのことについてはねもう少し具体的な数字設定をしてあげて考えてあげた方が捉えやすいのかなと思いますのでまあこういう状況を想定していただくとよろしいかなと思いますけどまあ良品に対して子孫率が10%ということは。 完成品10個作ったときに子孫次品っていうのが1個出ると、まあ、こういう数値関係として表すことができますよね。で完成品10個作るのに何キロの材料が標準的に必要かっていうと1個作るのに 1> 材1 0キロかかるわけですから完成品10個だったら1 0 0キロと子孫次品1個に対しても1 0キロの材料が投じられていますんで1 0キロと合計1 1 0キロの材料が投下されて完成品10個が出来上がると、まあ、そう考えることができるんですね。 この子孫1個っていうのは完成品10個作れば必ず発生するものになりますんで言ってみると完成品を作る上ででの必要経費なんですよだから完成品10個作るのに合計1 1 0キロの材料を投下しなければいけないと捉えることができるので1 1 0キロ割ることの10個で完成品1個あたり作るのに1 1キロの材料を標準的に必要とすることになると。 でまた作業時間ですけども工程の視点で生じている子孫に対しては加工作業を行っていませんのでまあ子孫に対しては0時間ってことになりますねロ時間。で完成品20個に対しては1個あたり2時間かかりますから20時間。だからまあ合計20時間の作業時間で完成品10個を作ったということで、まあ、2時間が標準的な作業時間ってことになりますね。はい これが第1法に基づいた時の標準原価カード。で今度第2法の場合は完成品単位当たりが負担すべき正常な子孫時費を別立て表示していくことになりますんで、まあ、どういうふうに計算をすればいいかと言いますとこの子孫時費1個の金額を求めてあげればいいんですよね。まあ、子孫1個の金額っていうのを計算してみると。 加工費はゼロなんで直接材料費のみで子孫時費は構成されますから、まあ、この1個あたり5,000円ですね5,000円、まあ、5,000円の原材料費っていうのがかかってるとまあ子孫1個の金額としては5,000円とまあ特に評価額とかもありませんからね、まあ、これが子孫1個作った時に生じる子孫時費と。 でこれもさっきと捉え方は一緒で完成品10個作る過程で子孫1個は必ず発生するものになるんで言ってみると完成品10個作るために子孫時費5,000円っていうのが必ずかかるとこれは必要経費なんだと。で完成品1個あたりはいくら負担すべきかっていうと5,000円を10個で割り算してあげた500円っていうのが完成品単位あたりが負担すべき子孫時費ですよと。 まあこういうふういいふに別立てて表示をしていくのが第1法です、ねまあ、第一方だろうと第2法だろうと完成品1個あたりの標準原価っていうのは必ず同じになりますけれども表示の仕方が違うと。よろしいでしょうか。で今度工程の終点で10%子損が発生するケースを見ていきたいと思いますけど。 また、第一報と第二報に分けて確認をしていこうと。まあ、この今のね。こういう具体的な数字設定を使った話が理解できていれば。同じ要領で、工程の終点で発生するケースをまた捉えてあげて。標準原価カードを作成することができるかと思います。もう同じ要領でやってみたいと思いますけれども。 完成品10個作ったときに終点で子孫が1個出るというこういった数値関係で捉えることができますけど全く同じ要領で先ほど同様ですねまず第一歩に基づいた標準原価カード見ていきたいと思いますけどもこの完成品10個に対して原材料っていうのが1 0キロ投じられているんで1 0 0キロですよね完成品10個の重量としては1 0 0キロで子孫1個の 投じられた材料は10キロですんで、やはり合計110キロですね。まあ、合計110キロ、これだけ材料を投じて完成品10個作ったと考えていきますんで、110キロ割ることの10個で完成品1個あたりは11キロっていうふうに標準消費量を設定することができますね。まあこれはもうね、あの支店で資損が発生していようと。 終点で子孫が発生していようとそもそも原材料っていうのは視点で投じられているものになりますんでどこで子孫が発生していようともですねこのの標準消費量いいうのは変わわらないわけですよで今度標準作業時間ですけども完成品10個作るのに20時間子孫、まあ、1個作るのに2時間ですよね今度は。 今度はは時間ででないんですよね工程の終点で子孫が発生しているわけですから2時間分作業を行って最終的に失孫になってしまったと合計22時間の作業時間がかかっていてこれは完成品10個作るためにかかった時間だと考えることができますから22時間割ることの10個で2.2時間っていうのが標準作業時間として求まります。はい まあ 2. 2時間ですね。まあ、これが第1法に基づいた標準原価カード。で次第2法に関してまた同じ要領でやっていきますとこの工程の終点で発生する子孫寺品1個の金額算定をしてあげればよくて工程の終点で発生するものなので、まあ、完成品と全く同じだけ製造原価かかることになります。だからこのの、が出ない場合の 原価標準1万円ですね。まあ、これがまあ子孫1個に対して投じられた製造原価だと考えることができますから、まあ、この1万円っていうところを完成品10個で割り算することによって完成品単位当たりが負担すべき子孫自費を求めることができると1万割ることの10個で1,000円あるいは終点発生の場合はもっと機械的に この一万円に十パーセントを乗じて、千円っていうのを求めることができます。よろしいでしょうか。で、最後、平均発生の場合を見ていきたいと思いますけれども。まあ、工程を通じて平均的に。支店から終点にかけて、まあ、子孫や減損が発生するという状況を想定していきます。 でまた第一報からね見ていきたいと思うんですけども。 工程の始点から終点にかけて平均的にまあ死存や減損が発生する場合ですね。まあ死存が平均的に発生するとしましょうか。まああまり死存はね平均的に発生するっていう状況はまあ起こり得ないまあ起こり得ないってこともないと思いますけどもまああまり起こらないんですけども。まあここではね話を簡略化するために死存っていうことを前提にしていきたいと思いますが、まあこの 子孫がね工程を通じて平均的に10%発生すると、まあ、完成品10個作ったときに子孫が1個生じると標準的な消費量っていうのは全く同じ。 方法で設定することがができますが、まあ、この完成品10個ここに1 0 0キロの材料が投じられていて、まあ、資存時品1個に対しては1 0キロの材料が投じられていることになりますんで、まあ、合計1 1 0キロを10個で割り算して1 1キロっていうふうに求めるここは先ほど前と何ら変わりはないと。問題は作業時間ですけども完成品10個に対しては 20時間作業が行われていて子孫1個に対して何時間の作業が行われているかというと、まあ、この支点から終点にかけて子孫自品っていうのが平均的に発生するということは通常の総合原価計算の手続きを思い出していただきたいんですけど実際総合原価計算ですね。まあ実際総合原価計算で非度外症を採用していますと。 資尊自費っていうのが支点から終点にかけて平均発生するような場合その資尊自費っていうのをどういうふうに求めればよかったかというとまあ子孫自尊自費を構成する加工費に関しましては子孫が工程の50%時点で生じたものとみなしてその金額を計算していくっていう考え方がありましたよね。 この地点から終点にかけて平均的に発生するわけですからで、まあ、でもも出出るるるここととががああれば100だからまあ間を取って50%時点で子孫が発生するものと考えて子孫自品に含まれていく加工費っていうところを計算していくそういう手続きを総合原価計算でやったかと思いますけど。 その考え方をここでも使っていきます。50%地点で子孫が出たものとみなして計算をすると。まあ50%の時点で子孫が1個出るんだったら、まあ、この子孫1個に対して行われた作業時間としては2時間 ×50% の1時間っていうふうに表すことができますね。始点から終点にかけて作業すれば2時間ですから。 50地点であれば1時間っていうふうに計算することができると、まあ、したがって20時間と1時間の合計21時間、まあ、この時間をかけて完成品10個作ったと考えられますので21時間割る1 0個で2.1時間と標準的な作業時間を設定することができますよろしいでしょうか で今度第2法ですけれども、まあ、第2法に関してはこの子孫1個の金額を計算してあげればよかったわけですけれども、まあ、ここは実際総合原価計算と全く同じ要領ですね。まあ、子孫1個に対する材料費はいくらかっていうと、まあ、材料費はこれ1個当たり5,000円ですね5,000円。 で加工費は完成品1個あたり作るのに5,000円かかるわけですけど、まあ、5,000円に50%掛け算した2500円っていうのが、まあ、この子孫1個に対して投じられた加工費と考えることができますだからこの子孫1個作った時の子孫自費は7500円と表すことができますんで この7,500円っていうのを完成品の数量10個で割り算すれば750円っていうのが完成品単位あたりの子孫時期として求めることができますね。これが第2法ですね。以上ねこの3つのパターンに分けて 標準原価カードの作成第1法第2法それぞれ確認をしてきましたけれども、まあ、これはどのパターンで問われてもですねしっかりと標準原価カードを作れるような準備をしておいてくださいで加えてちょっと理論的な内容お話をしておきますと、まあ、この第1法には限界があると、まあ、どういう限界があるのかというと子孫の発生原因でない仕掛か,かり品に対しても、まあ、子孫時費を負担させることになると まあこの第一報に基づいて標準原価カードを作って、まあ、この月末仕掛か,かり品や月初仕掛か,かり品の標準原価の算定を行うとなると正確に計算を行うことができないんですよ。まあ、子孫慈期の負担関係であったり負担の割合っていうのを正確に仕掛か,かり品の標準原価の方に反映させることができないと。まあ、そのことはこの終点発生っていうのを前提に考えてあげれば分かりやすいかと思いますがこの 終点で子孫が発生する場合先ほどね第一歩でこういった標準原価カードを作りましたけどもこれを使って月末仕掛か,かり品の評価をしていくということになるとこの原価標準の中には子孫自費っていうのが当然含まれていますんでこの子孫自費を含んだ単価に基づいて月末の評価をやってしまうことになるんですね。この1個あたりが負担する直接材料費 5, 円 加工費も5,500円っていうふうに設定できているわけですけどこの子孫慈悲を含んだ単価を使って月末仕掛か,かり品月初仕掛か,かり品の評価を行うことになりますからまだ子孫の発生原因になっていないにもかかわらずとといいううころの負担を強いられてしまうんだ仕掛かり品に子孫慈悲が自動的に負担させられてしまいますよっていうのが、まあ、問題点として指摘されています。 でまた2つ目子孫を度外視することになるんで異常損じ費を明示できず原価差の中に異常な子孫恩恵っていうのが埋没することになりますとこの物量標準の中に子孫の余裕分っていうのを含ませてしまうと標準消費量っていうのを月末に計算する時にこの生産データね 普段皆さん問題とか特的に生産データ与えられているかと思いますけどその生産データ上の子孫自費やあ子孫自費や減損っていうところを除外してね子孫や減損っていうのを度外視した当月投入数量そこに子孫や減損の余裕分を含んだ物量標準を乗じて標準消費量の計算っていうのを行うことになりますでこの場合ね 正常な子孫だけでなく異常な子孫とかが発生していても標準消費量の計算にあたってそれが度外視されることになりますんで、まあ、結果的に数量債や時間債っていうのを計算したときにその中に異常な子孫に対する原材料費であったり異常な子孫に対する加工費っていうのが埋没することになってしまうんだと。まあ言ってみるとね 標準消費量っていうところをあまり正確に捉えることができないんですよ。第一歩に基づいて標準原価カードを作っていると標準消費量っていうのを正確に捉えることがまあ難しくなってしまうと、まあ、こういう問題点がありますと。でまた第一歩だと資存自品の評価額を標準原価カードに反映させることができないということで 評価額っていうのがあったとしても、まあ、どうしてもね、まあ、この物量標準の方に既存の余裕分を含ませているんで評価額っていうのは金額ですから金額を物量標準の中に反映させることができないということで評価額がある場合は第一報で標準原価カードを作ることはできないんだと思ってくださいだからまあ第一報っていうのは結構欠点が多いんですね。で一方第二報の場合ですと 今見た、ね、第一法の欠点っていうのは存在しないんだけれどもただ第二法特有の問題点として子孫の発生点がわからない場合は標準原価カードを作ることができないという問題がありますよと。まあ、子孫の発生点がわからないとね完成品1個あたりが負担すべき子孫時費っていうのをこれを計算することができないということになりますんでね。 どこで子孫が発生したのかその正確な発生点がわからないと標準原価カードを作ることができないと、まあ、こういう限界を有しているというのが第2法の特徴です。ただまあとりあえずね優先すべきはこの一旦ね標準原価カードをちゃんと作ることができるっていうところをねまず優先的に押さえていただいて。 でこの標準原価カードの作り方第1法第2法のまあ限界の話につきましては、まあ、これは一旦計算ができてからですねあの内容の方をまたよく考えてやってみてください。まあ、計算問題と合わせてね見ていった方が、まあ、内容の理解に役立つかと思いますんでねここ単体で見ていくっていうよりはまあ一旦ですねこの標準原価カードの作成っていうのを 具体的な数字を使いながらできるようにしていただいた上でその上で理論で肉付けをするっていうのを心がけてもらえればと思いますね。はいまあ、以上がね今回の標準原価カードの作成に関するお話ということで、まあ、非常に重要な、ね、計算手続きということになりますから、まあ、しっかりとね、まあ、ここの標準原価カードの作成は得意だと言えるようになるまでですね確認の方をしてみてください。はいまあ、それれでではこれで、えー第 8回目のね学習強化講座は以上となりますので本日も皆さんお疲れ様でした。